裏側に広大な居住区域が広がってまして、ざっと3万人は生活してます。そして右手の位置にマクドナルド入ってるんですけどね、そこが日本での1号店と聞いてます。さあ、そういったことをご案内してるうちに、右手前方すぐそこですね、お尻向けた灰色の大きな艦船となってます。これアメリカ海軍のイージス艦になります。153番遊戯なんですが、デビューしてもう約34年です。なので次回見れるか分かりません。引退してるかもしれませんからね。でちょっと前向けてもらうと、船体つるっとした浮力まだしておりませんね、はい、もしかしたらこのまましないかもしれませんけどね、はい、というのもですね、もし万が一日本に何かあった際、すぐさま船出航しなくちゃいけませんよね。その1番手を担うのが今日だと101番村雨になる可能性があるんですね。なので満艦出航しないこともあり得るんです。満艦食をすると旗下げてる間に時間経っちゃいますからね、すぐ出航できるようにと必ず一隻は満艦食しない船を準備しております。67番、これイージス艦です。では皆さん、67番の中で船体側面真ん中あたりから右上見てください。ちょっと色の違う亀の甲羅のような板ついてません？八角形のスーペタ板、船体側面真ん中あたりから右上ですよ。大きな絆創膏みたいなスーペタ板、あれがですね、イージス艦の目です。レーダーになります。なのでこれからあの板付けた船をイージス艦と思ってください。そうすれば普通の艦船とイージス艦の簡単な見極めになりますね。次に性能です。すごいですよ。もしイージス艦にミサイル4本飛んできたとします。すぐそのイージス艦飛んできたミサイル全部に的を合わせまして、そして危ないものから順々に落としてくれるんです。これだけの性能を持ってますので、もうほとんどのミサイル攻撃を防いでくれる。そういったことから写真家に出てきます万能の艦でイージスという名前が付けられたんですね。そんなイージス艦が67番かわすと影に86番も止まってましたね。これもイージス艦。そしてあら、何隻かまた出航しちゃいましたね。今日なので自分自身守る装備、これほとんど積んでないんです。なのでロナルド・レーガン出航しますと、守るために多くのイージス艦を引き連れて出航してしまいますので、ないんです。大きすぎて。どれくらい大きいか、長さが333メートル、東京タワー横にしたのと同じですね。そして高さ、横幅ともに75メートルあります。ビルの20階には相当します。まあ、とにかく大きいです。なので乗せてる人数もすごいです。すっごい寂しくなってます。なので言い方悪いんですが、皆さん一番横須賀つまらない日を選んだということになるんですね。それが裏を狙っていきたいと思います。ちなみに右手の基地ですけど、年に数回開放日がありますので、1、2時間さまようためになるかと思いますので。そしてもう一つ注意事項があります。頭の上に水平に持ち帰り、食べた味が普通だったらがっかりしますよね。なので他のものの方がいいかなと思いますね。磁石の力、磁力を測る場所となってるんです。民間の船もそうなんですが、船って大きくなればなるほど鉄で作った鉄船が増えてくるんですね。まして今出航して大体13分ですね。これくらい経つとちょっとちっちゃなお札から巻き出す時間、はい、よかったら海面の方にも目を向けてみてください。これだけ結構見れますからね。向けるとやけにおしゃれな建物建ってますね。ヨーロッパの城のような建物、あの建物こそがさっき名前出した。これびっくりしますよね。嘘でしょって思っちゃいますよね。もちろん嘘ですからね。はい、ごめんなさい、真っ赤な嘘。はい、失礼いたしました。そして右手一帯には工業団地が広がってますけどね、ノコギリ屋根の工場も残ってますが、この工業団地にもともと何があったか、予科練の訓練場があったんですね。では見えてきましたね。右手前方152番山切り。さ
さっき153番夕霧という船ご覧いただきましたが、その船と同型艦です。同じタイプの船。この152番山霧なんですが、番号の左上に大砲ついてますね。たこ焼きに用事を刺したような形。その大砲のちょっと左横に長方形の箱ついてるの分かります？番号の家の箱、あの箱の中には空飛ぶ魚雷が入ってます。魚雷と言いますとね、海の中を進むミサイルってイメージありますが、一度空飛ばした方が魚雷の届く距離が長くなります。そして到達する速度もぐって早まりますから、一度空を飛ばすんです。ちなみに潜水艦の色ってご覧の通り黒ですね。これ理由があります。海の中に潜って隠れてるからです。海って潜れば潜るほど日の光届かず暗くなりますね。潜水艦って普段海の中に潜ってますよね。海の中エンジン回せないんです。燃料とともに大事な酸素を使いますし、エンジンうるさいです。はい、やはりですね、3連休で多くのレジャーボートとか出たりしますからね、ほとんどが出払ってる状態です。ちなみに海の爆弾の中には船の磁石の力、磁力に反応し爆発するのがあるんですね。なので磁力を帯びない左真横あたりのちょっとちっちゃめの船はプラスチックでできているということなんです。ムロトという船がご覧いただけます。この483ムロト、なかなか見れません。広島の呉配備の船なんです。横須賀の船じゃありませんからね、なかなか見れません。敷設艦といいましてね、まあいろんな必要なものを海に設置する船と思ってください。通信などで使うための海底ケーブルを設置したり、あとはですね、音のプロペラの音、これ測る機械を設置したりする船となっておりますね。皆様の手とかに指紋ついてますよね。指紋ありますよね。これ人それぞれ違いますよね。水管の方が手を振ってくれてますね。甲板の上でありがとうございます。嬉しいですね。ジャンプまでしてくれてますね。ありがとうございます。暑いのに嬉しいですね。では潜水艦どれでも結構です。甲板ご覧ください。緑色の部分ありませんか？緑の袋かぶせてる場所、そこが入り口です。そして入り口の蓋、これ皆さんに見せたくないので袋で隠してると思ってください。もしお客様の中にですね、数学、物理、こういったの詳しい方いましたら、入り口の鉄板の厚さ見ただけで、あ、潜水艦って何メートルぐらい潜れるか分かっちゃうんです。すごいんですよ。何が辛いって秘密の船乗ってますから、もちろん家族にすぐ何にも話すことができないんです。なので家族も辛いんですよ。乗組員の方が、じゃあ行ってくるねって外出ますよね。いつ帰ってくるか分からないんですから、その日に帰るのか。1週間先か分かりません。残された家族はどこ行ったんだろう、元気なのかなという状態で待たなくてはいけないということですね。さっきの長浦港と戻ろうとしている横須賀本港、もともと日本海軍の軍港でしてね、ここに水路作ったら行き来が簡単だよね、時間短縮になるよねということで強引に作った水路となっております。約3年の月日かけて作りました。すごいと思いません？左右の山、一つの山でしたからね。そして時代明治ですから、これ全部手作業で作った水路。一番端立ては海上自衛隊で一隻しかいないパーティー船です。迎賓館、偉い方を91番に招いてご飯食べながらお話ししましょう。ただ有事の際はすぐさま病院船に変わります。ドクターシップに。その際船体に赤い十字書きます。全部灰色だと赤十字が目立たない、なので上半分白が残されてるんです。あ、ちなみに艦船の色って灰色ですけど、これ水平線の色にしてますからね、はい、水平線っていうのは基本灰色なんです。国によって海の色が変わりますから、水平線の色も変わりますね。なので艦船っていうのは基本灰色なんですが、色が違うのはそういった理由からとなっております。なので間もなく右手から101番見比べてください。あ、色違うなっていうのが分かっていただけるはずですからね。熊野、独特の形してますよね。つるっとしてますよね。
この形にするとレーダーに映りづらくなるんです。船ってレーダー装備してるんですが、目標物にデコボコが多くなればなるほどレーダーにはっきり映るんです。どれくらい大きいかというのが。ただ2番のように絶妙な角度でつるっと作るとレーダーにはちっちゃく映るんですね。実際2番大きいんですが、レーダー映る際はこのシーフレンド7ぐらいちっちゃく映ることもあるそうです。これは有事の際ものすごい効果を発揮いたします。なので最近どことなくつるっとした船が増えてきてるということなんですね。ちなみにですね、134番夕霧に積んでる装備、2番熊野にも積まれてます。全部見えないようにつるっとしてるんですね。それはものすごい技術となっております。特におすすめが大晦日です。すごいですよ。昼は迫力満点、その船たちが夜になると海上自衛隊ですけどね、みんなイルミネーションしてくれるんですね。下手な遊園地よりよっぽど綺麗です、はい。そして今ちょうどこの船いる場所、ここから新年になると同時に花火上げます。そして止まってる艦船、日米関係ありません、みんな汽笛を鳴らし喜びあんですね。他ではなかなか経験できません。ぜひ一度大晦日横須賀来てください。ただこれコロナ前の話なんです、はい。去年まで全部毎年毎年中止です、はい。ただ今年は復活すると思いますからね、よかったら来てください。あちらに止まるまではその場を移動せずお待ちください。本日このシーフレの7、安全に操船した船長が靴沢幸太郎、乗組員がクーパーさよこ、ルイスショーン浩輝、案内人私アライボーで皆様を軍港巡りご案内いたしました。またのご乗船お待ちしてます。どうもありがとうございました。